は人混み恐怖症なので、三が日は絶対に行かないっていう、あのルール、自分のルールがあって、で特に今年はあのコロナ、新型コロナウイルスも感染拡大しているということで避けました。じゃあ今からお参り行ってきます。ここは三が日はすごい、もうこの境内いっぱいにあの敵屋さんのお店がいっぱいありまして、娘なんか連れて行ったらもうえらい目に遭います。財布がまだ今日もやるのかな、これね、まだ店がかなり減ってるものは減ってるんですけども、まだ店はやるみたいです。おみくじは末吉です。運勢なおとるより徳を取れ、苦しみ悩みもいつか消え、近いうちに楽しいことが来ます。自らの職業を熱心に務めることです。ということは働けということですね。願い事は少し遅れますが叶いますでしょう。待ちます、待ち人来ますが遅くなるようです。なくしもの高いところに注目すれば出るでしょう。旅行はゆっくりと行きなさい。水難に注意することです。商売は他人の助言によって買い入れるのが良いでしょう。学問も全力を尽くしなさい。はい、勉強します。高校南の方すべてに恵まれているのでよろしいです。争いごとは見込み違いがあります。あり始めは負けるでしょう。就職はより好みせねば職は必ずあります。謙虚やうちにゆっくりした方がいいでしょう。お産安心できます。お産は関係ないですね。病気気長に療養すれば解放に向かいます。はい、もうしばらくゆっくりします。縁談、人に頼めば早くまとりますので、密かにしていることが良いでしょう。縁談ね、なんか南光さんに来れば、港川神社南光さんに来ればなんかいつも祝福があったり、祝福されているみたいに雪が降ったり雨、曇りが晴れになったりします。はい、私にとってはこの神社が一番大好きです。でこの木が私の癒しの木です。ハグして帰ります。今日は行きません。まあ時間的にまだ早いので、一旦大船渡から三宮の方に移動してみたいと思います。